所属の騎手である。勝負服の柄は道村崎、桃菱山形、袖白桃日本林。鹿児島県泉市出身、血液型 B 型。1986年荒尾競馬場、大村一有級者から騎手デビュー。10月27日荒尾競馬第6競争、日向白川で初騎乗。1987年4月6日。 荒尾競馬第5競争ハローエンジェルで初勝利。2000年、荒尾競馬第2競争ウィンドカラーで地方競馬通算500勝達成。2003年、627,106勝で荒尾のリーディングジョッキー初獲得。2004年、全日本リーディングジョッキーズシリーズで54ポイントを獲得し優勝する。同年荒尾競馬リーディングジョッキー。2006年2月5日。 1> 第1回小倉競馬6日目第10競争萌衣賞で、広野城に帰場し、中央競馬初帰場。続く、第11競争吉野狩特別を、ウルブズグレーンで優勝し、2戦目で、JRA 初勝利を挙げた。同年5月30日第3回荒尾競馬3日目、第5競争サラブレッド KC-7。7 グミ条件戦を、ワンダーヘネシで優勝し、1235戦目で、地方競馬通算戦勝を達成。2007年7月17日第5回アラオ競馬3日目、第2競争サラブレッド KC-11、グミ条件戦を、順のチケットで優勝し、地方競馬通算1100勝を達成。2008年5月6日、 第2回佐賀競馬5日目第1競争 C2 から20組条件戦をクイック帝王で優勝し地方競馬通算1200勝達成同年スーパージョッキーズトライアル2008出場2009年4月23日荒尾競馬第3競争ハーロンフォンテンで地方競馬通算1300勝達成2011年限りで 荒尾競馬が廃止になったことに伴い、浦和競馬場、矢部口一朝厩舎へ移籍。2012年1月10日、第1回船橋競馬1日目第11競争時路、藤坂月で、大隅マーシャルに起乗し、移籍後初起乗。荒尾の吉留隆騎手、JRA 発勝利ダッシュ NETKEIBA.com、吉留隆騎手地方競馬通3戦勝達成。 地方競馬情報サイトアラオのヨシトメタカ地方通算1100勝達成ダッシュ netkeiba.com アラオのヨシトメタカ地方通算1200勝達成ダッシュ netkeiba.com ハット wsjs 地方代表は岩手 菅原伊佐夫騎手に決定ダッシュネテケイバイドットコムアラオ競馬場からの騎手の遺跡についてダッシュ NANKANKEIBA.com ありがとうございます。